も皆さんこんにちは。ホームゲーム YouTube いつもご覧いただきありがとうございます。東京スターマネージャーのあきらです。本日はですね、バイザーカーブ、皆さんよく気になっているところだと思いますけれども、どうやったら唾をきれいに曲げられるのか、まあそんなことをですね、こちらからご紹介できればというふうに思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。さあ本日なんですけれども、ホームゲームがオープンしてからいろんな、まあ、YouTube だったりとか、インスタとかでも少しご紹介したことはあるんですけれども、まあ、こういった感じですね、当店でよく取り扱っている 5950 という形をはじめ、スナップバックタイプのものもですね、もともと売ってる時にこう、つばがまっすぐなタイプで売っております。で、皆様ですね、意外と疑問に思ってらっしゃるのが、このタイプはもうこのまま被るものだっていうふうに思っている方結構いらっしゃいまして、で、確かにそれも間違いではないんですけれども、時々接客の時に僕らがこう説明させていただくのか、まあ、メジャーリーグ選手ですね、プロ野球の選手たちも、デフォルトはこれでまず配られます。で、この後に自分でこう思い思いにこう曲げて、頭の形に揃えて、着用しているというところで、まあ皆さんそう、まあプロだからそういうのも慣れてるだろうけど、じゃあ一般的にこう買う人が、そうどうやって曲げるのとか、その曲げるのはわかるけど、その綺麗に曲がるもんなのっていう疑問が、たくさんあると思います。それで当店ではですね、バイザーカーブサービスを行っておりますので、実際に、当店で、させていただいている、模様とですね、あとはご自宅でもできるバイザーカーブの方法をいくつか、まあ、紹介したいなというふうに思っております。さて、こちらなんですが、これはですね、私の私物でございまして、去年デザインさせていただいたものなんですけれども、これもですね、もうやんわりこう曲がってますね。これちなみに手で曲げてます。で、手で曲げるときなんですけれども、基本的にまあこの正面を向くっていうよりかは、このつばを正面に向けまして、これでだいたいですね、この手のひら4本指でここのつばのバイザーの上のところを押さえて、親指で内側を押さえて、で、まあ僕の場合はこうゆっくりですね、この真ん中がパキッと割れないようにこういうふうに持っていきますね。こう手のひらでこう包むような感じですかね。で、こういうふうにしてゆっくり持っていきます。で、あとはこのまんまやっても、まあお気づきの方もいると思いますけど、ちょっと離すともちろん戻っちゃうので、まあ定期的にこう癖がつくように、定期的に自分でこうグッグッと曲げていくような感じがいいかなというふうに思います。で、最初にこうきっかけを作った後は、こうかぶった後に、これも自分で曲げてますけれども、かぶった後にこの頭のラインですね、このおでこのこの角度とかに合わせて、こうしっかりとグーッとこう曲げていくような感じになります。で、思いっきり曲げても結局頭のこの額の広さが人によって違うので、かぶるとどうしても広がったりとかします。で、まあ少しずつ癖をつけてって、自分好みのですねフィット感に調整していくのがいいかなというふうに思います。では、実際にですね、スチーマーを使った、カーブの仕方をですね、ちょっと実践していきたいと思うんですけども、これはまっすぐですね、このまっすぐの状態なんですけれども、大体ですね、つばの裏にステッカーが、オーソライズドのステッカーが丸だったり、横のステッカーがついているので、まあ、そういったステッカーをですね、実際取ってください。で、お店だったりとか、人によってまた変わるんですけど、ここのテープがついている場合で、上からスチーマーを当てる場合は、やっぱりここが溶けちゃうので、必ずですね、こういった状態で剥がすようにしてください。で、これ剥がしてもまた元に戻せますので、はい。これも一回ですね。これちなみにね、売ってるものじゃないので、ステッカーを取らない方もいらっしゃると思いますので、そういった方は大事に話してください。これを取りまして、これに関しては、つばの上からでも下からでもいいんですけども、当店ですと、下からやっております。で、素材が、これコットンポリなので、このどっち側でもいいんですけど、時々カスタムで、サテンだったり、レザーだったり、こう、異素材をですね、使っているものがありますので、そういった場合は、ちょっと注意をしていただいて、なるべく熱に強いですね、部分に、このスチーマーを当てていただければというふうに思います。で、実際に当てていきます。スチームが出た状態で、ゆっくりですね、そんなにすぐは柔らかくならないので、当店ですと結構端からゆっくりですね、じっくり当てていただいて、で、これ中に厚紙が入ってますので結構硬いんですけど、この通りですね、スチーマーをじっくりと当てていくと、ご覧の通りですね、スチーマーを当ててちょっと力をかけているだけなんですけれども、
結構ですね、こう上に沿ってきているのが分かるでしょうか。こういう感じですね。結構これでかなり柔らかくなってます。でこれで当てながらやってますので、ちょっと歪んだりとかはしがちなんですけれども、これも後から戻せますの である程度、まあ5、6周ぐらいですかね、こういう感じで行ったり来たり、この通りふにゃふにゃの状態になります。ニューエラで発売しているこちらのですね、バイザーカーブのバンド、こちらを使用しまして、だいたいですね、つばの真ん中から、まあ、ちょっと奥目ですかね、はい、に合わせてこのバンドを締めるんですけど、このバンドに関しては当店ですと一応最初に一番きつい狭いところに設定をして止めております。このまんま固まるんですけど、ご自分で広げられますので調整ができるという意味で、最初のこのきつめのきっかけを作るっていう風なやり方をしますね。でこれもバンドをしたらもう終わりじゃなくて、バンドをした後にちょっとですね、こう中心に対してカーブが綺麗に弧を描くように、まあ、調整をしてですね、ある程度帽子も個体差がありますので、若干やっぱりちょっと縫い付けがちょっとずれてたりとか、歪んだりとかしてますので、まあ、そこはですね、ある程度ちょっとこう手で、ここに関しては当店の、まあ、スキルっていうのもあるんで、まあ、ちょっと手先の感覚にはなるんですけども、ご自宅でももちろんできますので、でこのバイザーのカーブのバンドもニューエラで販売してますので、ぜひお買い求めいただけたらというふうに思います。で、この状態で整えたら、だいたいまあ1分から2分ぐらいですかね、待って、固まるよっていう形になります。こちら今度は、このバイザーカーブがないというパターンの場合なんですけれども、同じようにスチームを当てていただきます。で柔らかくするところまでは一緒です。基本的にバンドがない場合、ここにですね、ある程度こう球体だったり、弧を描いている同じような形のものを合わせればいいんですね。で例えば、まあ、これなんかたまたまここにありましたけれども、こういうですね、こう円柱型のものとかをこう合わせていただいて、でここに、こういう輪ゴムとかですね、ご自宅だと多分こういうやり方の方が一番一般的かもしれないですけど、こういう感じで形を作るのもできます。はい。でこのままこうやって置いといても同じような形は作れると思います。はい。こういう感じですね。であとはこういう例えばガムテープのちょっと使った跡とか、こういうのも、まあ、バイザーカーブとしてですね、同じようにこういう風に輪ゴムで、で輪ゴムもちょっと弱いやつがあったら、2周ぐらいしていただいて、まあ、こういう感じですね。ちょっと荒技にはなるんですけども、こういうこともできます。であとは結構海外の、YouTube とかだとコップの中にこう入れたりとかで、コップもこの大きさが直径が違ったりとかするので、それで調整したりとかしてますね。こういう感じにできますね。で今お話ししてる間に最初の分ができたんですけれども、こういう感じで曲がります。はい。でもちろん曲がりきってるわけじゃないので調整が効きますので、あとは自分でこう被っていただいて調整をするってことですね。はい。で曲げるとここが隙間ができると思いますので、まあご試着の際にですね、一回こう被ってこう曲げて、曲がった状態でサイズを選んでいただくっていうのもありだと思います。で隙間ができた場合は、テープを貼っていただくとかスポンジを入れるなどして調整をしていただくって感じですね。こんな感じで、当店では行っておりますし、ご自宅だとこういう、円柱タイプのものですね、ボールだったりコップだったり、あとこういう丸みのあるもの、形ができているものに対してツバを合わせて、ホールドをすると形が整うよということで、いろんな方法が使えると思いますけれども、まあ、当店ですと本当にありがたいことに交換職で皆様バイザーカーブを依頼してくださる方たくさんいらっしゃいますので、まあ、ぜひですねお店にもお持ちいただいて、自分でもいいですし、スタッフに声をかけていただければ担当させていただきますので、ぜひご利用いただければというふうに思っています。さあ本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。まあこういったですね、まあ技術だったりスキルだったりっていうのも合わせてご紹介していければというふうに思っております。意外と素朴な疑問なうちの一つだと思いますので、ぜひですね、皆様お店に来られた際にまた直接聞いていただいてもいいと思いますので、ぜひお問い合わせください。この機会にですね、動画高評価とそしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。